最後は運試しです。皆さんにはここ正門から本館校舎の屋上を目指してもらいます。途中いろいろな罠が仕掛けられていますので引っかからないように。引っかかると獲得ポイントに関係なくリタイアになります。運よく罠を避け、誰よりも先に屋上に置かれた優勝商品金時計を手にした一人に500ポイントが与えられます。つまりこれで勝った人が優勝ってこと？お決まりのパターンといえばパターンだけど、これまでのしりとりと借り物競争は何だったんだ？別にいいじゃねえか。つまり誰にもまだ優勝のチャンスがあるってことだろ？そうです、夢はまだ繋がってるんです。オズ、どうした？なんでも、なんでもないんだ。ちょっと立ちくらみがしただけだから。ああ、大丈夫か？うん。体に激痛が。ジャックが言ってたように、精神力を消耗したせいなのか。早く、あの時計を手に入れないと。オズ。では皆さん、せいぜい頑張ってください。位置について、よーい。どけ！どいてくれ！店は誰にも渡しません！オズ、ちょっと待て。でも、急がないと。急がば回れ。あのザクシーズ先生が、スタート地点に何も仕掛けてないと思うか？あ！スタートラインの目の前に落としやがって！嘘！いきなり9割が秒殺された！いつの間にあんなバカでかい落とし穴。じゃ、俺たちもそろそろ行こうぜ。あっちにも、向こうにも。いくつの落とし穴掘ったんだろう。20、いや30、それ以上あるな。陰湿さと執念深さにかけては学園ナンバーワンだからな。父にやることがえぐいぜ。でもなんでこの花壇伝いに行けば落とし穴に引っかからないってわかるの？この花壇は理事長のお気に入りで、いくら彼でも掘り返せないのさ。このまま一気に本館へ乗り込んでやる。え、何この音？丘の上の方から。この上は確かプール。おい、嘘だろ。プールが決壊して水がこっちに。俺たちを落とし穴へ押し流すつもりか？急げ！危なかった。今のでさらに残った半分近くが減ったな。油断するな。あの執念深いザクシーズのことだ。まだ何か仕掛けてあるはず。って言ってるそばから今度は何だ？そんな、校舎が倒れてくる。何考えてるんだあの男は。夢だからって何でもありかよ。オズ、気をつけるんだ。ジャック、もしこの夢の中で死ねば君は本当に死んでしまう。こんなの不公平だよ。夢なら背中から翼とか生えて空を飛べてもいいはずなのに。残念だがこれは君の夢じゃない。チェインが作り出した悪夢だ。分かってるよ、行ってみただけ。うわあ！なんとか本館までたどり着けた。学園をこんなにして明日からどうする気だ。さすがは夢、校舎が倒れてもそんなに驚いてないや。どうやら俺たちが一番乗り。何トロトロ歩いてんの？先に！だ、先を越された。そうはさせないよ。僕ならまだしも兄さんを任すなんて絶対許せない。ヴィンセント友よ、僕に力を貸して。あれはヴィンセントのチェーン、山根。彼らを行かせるな。なんだ、急に眠気が。
全員眠らせちまった。やったな、ヴィンセント。って、眠ってるじゃん。山根の力に当てられたんだ。こうなるとしばらくは起きないな。兄さん、大好きだよ。ここを登れば屋上だ。またかよ。ノズ、大丈夫か。体調が悪かったのなら我慢しないでそう言え。ごめん。でも俺にはどうしても優勝しなきゃならないわけがあるんだ。わけ？なんだ。あとあった。避けろ。なんで攻撃が。そうか、夢の中だからアビスに関係ないものにも攻撃できるんだ。ザクシーズ、チェインまで使って妨害するなんてなんてやつだ。まず、うわあ、エリオット。よりによって体調を崩した人間を狙うとは恥を知れ。貴様のような卑怯者を我が剣のサビにしてくれる。ジミー、こいつは俺に任せて、お前は行け。でも勘違いするなよ。俺はベストの状態のお前と勝負がしたいんだ。今のお前に勝って優勝しても全然嬉しくない。だから今回はこの俺がお情けで勝ちを譲ってやるって言ってんだ。エリオン、分かったらとっとと行け。ありがとな、エリオット。こうやってやっぱりいいやつだ。勘違いすんなよ。お前のためなんかじゃねえんだからな。俺はただナイトレイの誇り。おい、結構だ。じゃあ始めようか。俺はかなり強いぜ。